でも正直人間だから悔しいです、好きかって言われてね。なんか九州にも女帝が生まれてましたね。なんか僕の制作者は女帝なんですって、裏で僕を操ってるらしいですよ。今日皆さんにお伝えしたかったのは、毎年年遅れには今年の重大ニュースってありますよね。今日私も重大ニュースを言おうかなと思ったんですけど、僕の重大ニュース言っても多分皆さん面白くないんで、5本に絞りました。あんまり言うとちゃうかもしれないけど、おいってなりますよ。何人かも来ますよ、そりゃ。三省堂の部屋、ここから皆さんこんばんは。鳥になりました、三省堂の代表で参議院議員の神谷宗平です。よろしくお願いします。鳥の皆さんも長時間の設営、そして国政会議員の皆さんもリレー演説お疲れ様でした。なぜか京都の足立さんも来てるというですね、はい、本当に九州もたくさんの候補者の方々が頑張ってくださっています。もう年の瀬ですね。我々のリレー演説ももう今日福岡、そして私は明日大阪でやって、これ最後です。今日昨日は愛媛、香川で、岡山、広島、福岡で、明日大阪で締めです。一年振り返るとあっという間でした。藤本君と演説した福井でね、したのがまだ今年のことかと言うとですね、もう遠い昔のことのように私は感じていますね。私46年生きてますけど、人生振り返って、人生って2番目にしんどい年でしたね、今年は。はい。一番しんどかったのは26歳の時です。親父の会社が潰れた時です。あの時最悪でした。今の 1.5 倍、2倍ぐらいかな。最悪でした。はい。今年はその次ぐらい。はい。まあでもですね、でもあの時はもうただただ、ね、失うだけでしたよ。住むところもお金も信頼も全部失って、ね、成果も失いましたし、ただただ失うだけでした。今年はいろいろ嫌なこともありましたが、いろんなものを得ました。どうですか、新しいボードメンバー。ね、今日、ハワ天気はね、読めばよかったかと思って来てないんですけど、偶然4名揃いましたね。新海さんちょっとこの後の準備で一回抜けられましたけども、5人いるんですけどね、ボードメンバーってね。気がつけば2人九州でしたね。はい、福岡と熊本。ね。そしてあとの3人はね、福井と石川なんですよ。はい。偶然です。別に僕出身地で選んでおりませんので。はい。僕この間は大阪だったんですけどね、今石川にいるんですが、今ね、ボードは北陸の人と九州の人で支えているというのが参政党であります。でもそれだけではありません。100名の国政改革員の皆さんがいます。今日ね、何人かお顔見ますが、地方議員の方もですね、140名いてくださいます。去年までは50人だったんですよね。5人の5レンジャーと言われる私含めたね、たちと、あと参議院の選挙に出てくれた人たち、あと数名の地方議員の方々、その50数名だけで、その特攻隊のようにやったのが去年の参議院選挙でした。ね、奇跡的に一席で取りましたけども、吹けば飛ぶような状態。ね、それはもうずっと分かってましたから、とにかく攻撃が来ると、ね、変なのがいっぱい来ると、ね、いうのが分かってたわけです。言ってましたよ、私最初からこうなりますよ、と。ね、だって金もらってきてるんですよ。ね、わざわざあの人東海から来てるんですよ。東京と、そうですよ、名古屋かどこかに住んでらっしゃるんですよ。なんとか志郎さんって言うんですよ。本人も聞いても教えてくれないんですよ。ね。一生懸命ですね、ああいうのやってて、ね、まあ全然ほら聞こえないじゃないですか。でも自分の動画で私やってますってアピールをされてるんですよ。それでなんか発生するんですかね。でも彼だけじゃないです、いっぱいいるので、もうネットの中その人溢れてます。でもこんなのはね、想定内なんですよ。だから急いで党勢拡大をしないといけないというふうに私は言って、党員の皆さんにご無理お願いしてですね、289ある選挙区で今274支部があります。すごくないですかね。これは僕はすごいんじゃないですよ。党員の皆さんがそうやってボランティアでやってくださってるんですよ。完全にボランティアですから。お金を何にももらわずにやってくださってるんですよ。で、指示もしてないのに、まあこれは別にいい意味ですよ。指示もしてないのに、駅とか立ってくださるわけですよ。ビラ巻いてくださるんですよ。で、ビラが足りないからもっとくれとかおっしゃるんですよ。いや、すごいことですよ、これ。私他の党も見てきましたから、自分でも議員もやってきましたしね。こんな政党見たことないです。だから、知らない人からすると、多分彼とカルト集団から見えるわけですよ。だって普通の人は自分の支持職とかお金のために動くじゃないですか。いやいややらされてるじゃないですか。政治活動でも動員されて。それが自分の意思で皆さんやってくださるんですよ。自分たちの我が子だと思って。これすごいことです。そういったチームが全国各地にできてるのが今の参政党です。それはね、犠牲者からしたら脅威ですよ、こんなもんは。ね、今までマスコミとかでうまくコントロールしてきたのに、戦後78年。ね、それがコントロールしにくくなってるわけですよ。一生懸命情報封圧しようとしてもできないわけですよ。みんながアメーバのようにどんどん広がっていくから。ね。目立つ人は潰していけばいいかもしれない。けれども、私最初言いましたよね。目立ったら潰されますよと。で、一番ね、私が万が一参議院とかになっちゃったら、私だけが狙われるから、やめてくださいと。松田さんに投票してくださいって言いましたよね。ね。で、一人だけじゃダメだから2、3人通してくださいって言いましたよね。一人だけ通ったら最悪なんですよって言ったのに、最悪な状態になったわけですよ。まあ、案の定ほら。ね。こういうことになるわけです。けど、こんなことはもう分かってたことなんで、大丈夫なんです。はい。
はいはいと言いながらもうやり、過ごしていくしかないわけです。でもその間にさっき藤本君が言ってくれたようにちゃんと次の準備してないといけないわけです。ちゃんと考えてますよ私。あのね、言われてもね言い返すなんてことはしません。それはもうね場外乱闘だからね。我々はリングの上で戦ってるんですよ。政治というリングの上で正々堂々と名前を名乗って、それを名前も名乗らず名も明かさず、だから一方的に根拠もなくね、楽なお茶の間からネット配信する、そんなものはね場外乱闘です。そんなのに付き合ってる時間も労力も我々はありませんね。我々はリングの上で政治の舞台で戦わないといけないわけです。国会や議会でですよね。そのために皆さん選んでくださったんですよね。ね、場外乱闘なんか見たくないんですよね。はい、場外乱闘やりたい人はお金欲しい人とかね、目立ちたい人ですね。そういうのは相手にせずということです。まああまりにも嘘がひどい場合は訂正はしないといけない部分もありますけども、それもいちいちはやっていません。申し訳ないけど、うん。で、それがね、もう大体一時が万事だと思ってくださいよ。照らし合わせて、どっちがちゃんとしたことを言ってるかとか、そういうの判断してもらえば分かるはずです。例えば我々はもう場外乱闘がやってる暇はない。でも正直人間だから悔しいです。好きかって言われて。ねえ、なんか九州にも女帝が生まれてましたね。ねえ、なんか僕の制作者は女帝なんですって。裏で僕を操ってるらしいんですよ。なかなか面白いストーリーです。じゃあ独裁者ないじゃんっていう。傀儡じゃんみたいな。いや、それは傀儡だって言ってくださいよ。独裁者なのか傀儡なのかどっちにしてくれと。どっちかしてくれって話ですけど。そんなことをね、やってる場合じゃなくて、でも悔しいから、私は絶対来年勝ってやろうと思ってるわけですよ。はい。もうね、叩かれたら叩かれた分だけ、そのエネルギーをね、自分のプラスエネルギーに変えて頑張ってやると。ね。皆さんもそうしてください。ね、負のエネルギーに負のエネルギーで返したってしょうがない。相手の負のエネルギーをいっぱい吸収してグッとこらえてプラスに変えるんです。それが賛成と、ね、アンチのとか反対勢力の力がどんどんプラスになっていくと、叩けば叩くほど知名度が上がり、叩けば叩くほど神谷総平がやる気になるとね、それが賛成とね。だからどんどん叩けばいいし、言い続けるんだったら言い続ければいい。でもそんなことで私たちはやめません、ね、やめられないんですよ。背負ってるものが違うんだから。私利私欲や金だったらやめたらいいです。自分のことだから。でも我々は国益を背負ってやってるつもりです。子供たちの未来を背負ってるつもりなんです。だから投げるわけにはいかないんですよ。やめるわけにはいかないんですよ。ね。だから最後まで立ってる方が勝ちなんです。我々は立ち続ければいいんです。何言われてもね。僕じゃなくてもいいんですよ。参政党が大きくなってればそれでいいんです。それみんなでやりますよ、来年も。ね。来年はですから、衆議院の選挙もありますが、衆議院の選挙いつになるか分かりません。今はまあ、4月、まあ一番有力なのは多分6月の国会明け、7月ぐらいですかね。ね。まあそれぐらい暖かい時期の方がいいですよ。暑いけど。はい。参議院も夏でしたし。はい。それぐらいかなと思ってます。でもその間、6月までに全国で40いくつ、市議会議員だけでもですね、市議会議員だけでも40いくつ選挙があるんで、そこにどんどんと候補者を出していきたいと思います。一人でも多くね。ですので皆さん、これ動画見ていただいている方もね、今日生で聞いていただいている方も、皆さんの町とか近隣の町で選挙があったら、誰か参政党から立ってもらってください。私必ず応援に行きます。どんな忙しくてももう全部行くって決めたんです。はい、叩かれるから準備してやろうと思って、もう叩かれた分だけいっぱい応援してやろうと思ってね。そうですよね。だからもう全部応援行く。はい、もうそれ宣言します。もう全部行くね。あんまり損壊、あのね、でもね、来ないでっていう場合もあるんですよ。小さい村の選挙とかだとね、あんまり国会議員でワーワーやると、かえってちょっと、マイナスになっちゃうんで、自分でやりますっていう場合は、そこは自重します。はい。でも、来てくださいって言われたやつはもう全部行きます。町会議員でも行きますから。はい。もう言ったらやらないといけないんでね。で、衆議院の選挙に向けて、やっていこうと思います。ね、九州も比例候補、そろそろ決めたいですね、みんなでね。11ブロックあるんです。それに、まあ、一人ずつ。九州は絶対一議席取りますからね。はい。絶対取るんですよ。もう私はもう何言われても決めたんです。もう取ると決めたんです。で、決めたからやりましょう。もう、はい、もう決めたんです。九州は取ると。もう九州は僕の中で花が一個ついてるんで、お願いしますよ九州の皆さん。はい、九州沖縄で1議席は確実に取ると。いやでも1議席なんか言ってたらダメですね。3議席ぐらい目指しましょうかね。え、いや何あるか分かりませんよ。これから自民党グダグダですしね、え、政界再編もあるかもしれないです。ね、そういうことになった時に、我々が本当にいいチームになって、候補者をたくさん育てて、そしてお金もしっかりと貯めておいて、という状況があれば、ね、一回の選挙で大きく変わる可能性大いにありますから、衆議院選挙だったらね。だから、人事尽くして天命を待つんです。場外乱闘には加担せずに、参加せずに、リングの上でしっかり戦って、人事を尽くして天命を待つんです。ね、私はそういうことを一生懸命今考えてますから、
ぜひ皆さんもそこ見て一緒にやっていただきたいと思います。ありがとうございます。最後にしようと思ってた話を先にしてしまったんで、ちょっと順番変えますが、今日皆さんにお伝えしたかったのは、毎年年遅れには今年の重大ニュースってありますよね。今年の重大ニュースで、今日私も重大ニュースを言おうかなと思ったんですけど、僕の重大ニュース言っても多分皆さん面白くないんで、5本に絞りました。5大政府に辞めてもらいニュース、辞めてもらいたいニュースやりましょう。この5つは必ず辞めてくれとということですね。順番に発表していきます。じゃじゃじゃん。第5位、大阪万博辞めてくださいね。第5位でこんなに生まれと思ってませんでした。明日大阪でもやろうと思います。2000億くらいだと言ってました。それが追加で何百億と、それでも多いと思っていたら全部で10兆かかるとね、インフラも含めてね、自民大臣がおっしゃってましたね。10兆ね。まあコロナで使って100兆に比べれば10分の1なんですけど、いや10兆でインフラとか作るんだったら万博はやめていただいて、もう北陸新幹線を関空までつなぎましょう、10兆で。そしたらみんな喜ぶ。北陸の人とかめっちゃ喜ぶ。ね、すぐに海外行けるようになるから。ね、それですよ。いや、もう新幹線がね、用地買収間に合わないって言うんだったら、もう和歌山と徳島を橋でつなぎましょう。10兆あればできます。ね、それぐらいもできるんですよ、10兆って。ね、そんなね、一回やって終わるようなパビリオンやって、インフラやって、その後ね、それはまたゴミの島になっちゃいますとかって言うんだったら意味がないので、ね、そこは、もう身を切らなくていいから身を引いてくださいって大阪の谷さんが言ってました。身を切る改革より身を引く改革が大事だと、僕政界職員の谷さんが言ってました。ごめんなさい谷さん、パクっちゃって、はい、明日谷さんに謝ります。はい、 いいこと言うなと思ってですね、これなんかね、あのツイッターのトレンドに上げましょうかね。ね、身を切る改革より身を引く改革って言ってですね、その方が支持率上がるんじゃないですかと。別に私たちね、その政党応援しなくてもいいんですけど、まあ大阪府知事選挙で賛成とは散々言いましたね。万博とかやめた方がいいんじゃないですかとね、まあ、やるにしてもね、もうちょっとやり方考えた方がいいですよというような形で言っていましたが、やるんですって政府もね。で、もうこれ以上お金は出さないとか言ってると思ったら、やっぱりでもトータル10兆でも最終的なのは終わってから報告しますみたいな感じでしたね。もっとかかるんでしょう。これね、我々やめたいと思います。やめてほしいと思っています。これで5位です。第4位、じゃじゃん、再エネ電気自動車導入。やめてほしいですね。やめてほしい。これ何のためですか。二酸化炭素さんが悪いって言ってるんですよ。二酸化炭素さんは、大気中に何パーセントいるか皆さんご存知ですか ?0.04% です。ちょっと増えてます。でも 0.00 何パーセントとかですよ。増えてるって言っても。これ本当に悪者ですか?ね。そういうことを言ってる人たち、一昔前は、なんて言ってたか、石油はなくなるって言ってたんですよ。石油はなくなるって言った人たちが、石油はなくならなかった、ごめんちゃいっていうことを言わずに、今二酸化炭素が悪いんだって言ってるんですよ。で、そのために再エネだと。電気自動車だって言ってるわけです。ね。で、政府は、ね、あの GX だと、グリーントランスフォーメーションだと言って、10年間で120兆か150兆か、ちょっと正確に数字忘れば120兆だかな、を官民合わせ150兆だ、政府から20兆、民間から130兆かな、それで150兆投資するということですよ。何するんですか。風力発電とか太陽光でしょ。でもね、太陽光とか風力発電って自然破壊なんですよ。ね、登山家の野口さんもおっしゃってましたよ、やめた方がいいって。私もそうだってちょっとリツイートしちゃいましたね。やめた方がいいですよ。だって緑や森や緑がですよ、二酸化炭素を吸収して変えてくれるでしょ、高校生で。その木切ったら二酸化炭素増えちゃいますよ。言ったことおかしいですよ。やめた方がいいです。ね。で、もう森をどん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 切っちゃうから、今年熊の出没率過去最高。2万件ぐらい出てきてるんです。ね。もう岩手県だけで5000件ぐらい、目撃情報。もう熊もいっぱい、だって住む場所ないんですもん。山切られるし、里山なくなるし。で、今、政府が考えてるのは、熊を指定管理鳥獣にしようと。そうすると、イノシシとかシカと同じように駆除がしやすくなると。それはね、人間が襲われたらダメですよ。今年6名亡くなってますからね、10月までで。熊に襲われて6名亡くなってます。けれども、熊だって熊の言い分があるわけですよ。ね、こんにゃくこんにゃくみたいな熊につけたら、熊は絶対いろいろ言うと思いますよ、人間に。そんなこと言ったってさ、つってね。ね、だから、熊の立場になっても考えましょうよ。ね、あんな山を切り開いて、ね、湿原を全部ね、開発してメガソーラーにするとか、やめた方がいいですって。はい。そしたら開発利権は手に入るでしょ。ね。で、それで国会には何千万とか回ってるかもしんないけど、やめた方がいいです。はい。もう、これもね、予告しておきますよ。必ず大きなゴミになる。大きなゴミになる。さらに、そのゴミって言ったらダメか。それをどこから買ってくるかっていうと、ソーラーパネルにしても風車にしても、日本で全部自前で作ってるわけじゃないんですよ。希少鉱物とかいるから、中国とかから、希少鉱物買ってこないと作れないんです。太陽光パネルも中国産なんですよ。ね。で、そこに投資してるのも外国の企業なんです。で、そこに再エネ賦課金とか言ってお金払わせてるのは日本人。ね。環境はダメになるわ。金は余分に払わされるわ。ね。
いいことない。いいことない。ね、電気自動車ってそうですよ。ね、電気で走るからエコだとか嘘。電気発電するときにいっぱい二酸化炭素出てるから。電気自動車作るときめっちゃエネルギー使ってるから。ね、で日本にはね、世界一の自動車の技術あるわけですよ、すでに。ハイブリッドでいいじゃないの。ね、世界一のハイブリッドでいいじゃないですか。ね、それか、ね、ドリーム燃料みたいな技術もあるわけですよね。まだ完成はしてないかもしれないけれども、ああいった技術で、ね、エマージョンオイルでもいいかもしれない。とにかく、国産で作れるエネルギーで走るものを作りましょうよ。作れますよ、日本人だったら。ね、そんなね、この電気自動車のバッテリーだって、国産なわけですよ。ね、だから、国内で作れるもので走る自動車にした方がいいです。で、それか、まだ石油があるんだから、石油で走るでもいいですよ。で、それをなるべくエネルギー効率がいいものを作ればいいじゃないですか。ね。そういったところに力を入れるべきですよ。火力発電も、ね、政府はまた火力発電所作るのやめるとか言ってますけど、火力発電も続けた方がいいです。ね。超効率がいい石炭発電とかやればいいんですよ。ね。そういうものをやって、その技術で発電をし、その技術を中国とかインドに輸出してあげて、ね、中国とかインドがアホみたいって言ったら、まあこれな、たくさん二酸化炭素を出してるわけだから、1億人の日本、しかも技術革新が進んでる日本の CO2 を半減するより、中国が排出する CO2 の数を10分の1でも減らしてあげた方が、地球にとってはプラスなんです。ね。だからそもそも、理屈がおかしいわけですよ。ね。日本人がいくら金かけて CO2 減らしても、地球に対してそんなにプラスになんないんです。本当に地球環境が大事だったら、人口が増えてる発展途上国のエネルギーのところに日本の技術を出していきましょう。それが世界貢献。それが地球を守ることになる。二酸化炭素が悪いとしてもね。だから不毛なんですよ。日本政府がやっているエネルギーの方針が。ね。それをもう一回ちゃんと道理に合ったところに戻さないといけない。ね。新しい原子力の取り組みをやった方がいいです。ね。福島みたいなことはなったらいけないけれども、ああいった大型のね、むき出しの発電所じゃなくて、いろんな今核の技術あるわけですから。ね。核って言ったって今のだけじゃないですよ。核分裂や核融合もあるし、核だってウランじゃないものだって使える可能性もあるし、で、今の発電だったらね、核廃棄物が出て10万年とか言ってるじゃないですか。保存期間。あれをね、数百年に減らすような技術もあるわけですよ。だから無害化するのに10万年じゃなくて、数百年でね、無害化できるようなそういう技術もあるわけです。で、アメリカなんかでは実証実験も終わってるわけですよ。でも、そういったものが入ってこない。進まない。なんで？利権でしょ？利権とか軍事転用を考えてるからでしょ？純粋にエネルギーのこととか地球環境を考えたら、いろんなエネルギーのやり方あるんです。それこそ、大阪万博やめたお金で、そんなの作れますから、簡単に。だから、やめてほしいこと第4位は、再エネとか、ね、電気自動車の導入。ね、2030年にそんなフレガムとかしなくていい。やめる。ね、まだ4位ですかね、皆さん。時間大丈夫かな？もうあんまりない。ちょっと巻いていかないといけない。まあ大丈夫ですか？ああ、じゃあもっとやれということなんで。はい。言いますよ。第3位。じゃじゃん。フィッシュ。ね。言ったことで、やっぱりフィッシュはやめてもらいたいですよね。はい。まだ3位ですよ。じゃじゃん。第2位。パンデミック条約と国際保健規則。やめてほしいです。やめてほしいです。フィッシュはまだ個人のあれが何とかなるかもしれない。けれども、条約とか国際法規で決められちゃったら、網掛けされちゃうから。ね。で、それ連動して、憲法改正があって、ね、緊急事態条項とか付け加えられると、我々身動き取れなくなるんですよ、皆さん。ね。これが奇遇であることを我々祈ってます。参政党がこの点に関しては、参政党陰謀論言ってたねって、嘲笑われるぐらいがちょうどいいんですよ。ね。だって、パンデミックって皆さんもう認めてるんですよ、厚労省も。私たちこの間聞きましたから、記念で。厚労省の方に直接。前回のパンデミック宣言、国連 W 出しましたね。あれ、どういう基準でパンデミック宣言出されたんですかって言ったら、テッドさんっていう事務局総長が決めたんですって。基準はないんですよ。彼がパンデミックだって決めたからパンデミックなんですって。これが事実です。事実です。ね。だから、いかようにでもパンデミックの基準なんて変えられるわけですよ。で、その時に、ね、日本は、なんか、大量に買わないといけないとか、外国に行けないといけないとか、ね。そんな、なんで我々のお金で、しかも我々の国民が使わないやつを海外に買ってあげないといけないんですか。それが先進国の責務ですとか言うわけですよ。ふざけんなですよ。そんなこと言ってウクライナもいっぱいお金払わされてるわけですよ。いや、日本がね、お金持ちだったらまだわかりますよ。でもこの20年でどれだけ我々貧乏だったか知ってますか ?20 年前は一人当たりの GDP 世界第2位だったんですよ。今世界32位ですからね。怒った方がいいですよ、皆さん、本当にこの点。ね。全体の GDP も3位だと思ってたでしょ？ 4 位になってるんですよ。ドイツに抜かれて。
一人当たりなんかもう韓国とか台湾にも抜かれてるんですから。それでね、未だにね、オーバーブルワイしてるわけですよ。これはね、豊かな国がね、寄付してあげてんじゃないんですよ。弱いも、弱いやつがカツアゲされてるんですよ。ねえ、本当に。なんでいつまでもカツアゲされてると思ってるんですかね。昼休みアンパン買ってこいって言われても一緒ですよ。お金はお前出しとけって話ですよ。ねえ、そういう条約なんですよ。いや、単純な言い方すれば。ね。で、まあ、まだお金払わせるぐらいだったらともかく、それで憲法と紐づいて、憲法の緊急事態条項っていうのを自民党案では入ってるんですよ。あ、ちなみにね、賛成党のスタンスは、憲法は変えるべきだなんですよ。我々護憲派じゃないんです。それ誤解しないように。我々は今の憲法は変えるべきだです。それから緊急事態のね、法制も必要だと思ってます。災害とか戦争の時に備えてね。ただ、自民党案はそこにパンクっていうのが入ってるから、これは絶対外してって言ってるんですよ。外してくれって言ってるんですよ。じゃないと、さっきも言ったように、国連のどっかで知らないおっちゃんが、ね、パンダとか言ったら、政府はパンダになって、で、パンダだから国会開きませんよとか、いろんなものをね、先決で決めますよ、ということになったら、我々国会議員が賛成党が何人かいたとしても、文句も言わないまま、勝手に進んじゃうわけですよ。国会開かずに勝手に物事決められちゃうわけですよ。それによって我々の主権、人権が制限できちゃうわけですよ。憲法にそう書いてあったら。めちゃめちゃ危険じゃないですか。ね、何回も言いますよ。これは杞憂であってほしい。その可能性はほぼないかもしれない。けれども 0.0001% でもその危険性があるんだったら、それに備えて警鐘を鳴らしておくのが政治家の仕事だと我々は思ってるわけです。陰謀論って言われようが、バカ野郎って言われようが、そんなことを言ってね、なんか変なこと言ってるぞって言われようが、他の政党が言ってくれないんだから、我々が言うしかないんですよ。時もそうだったでしょ。だから今回もそうなんです。一定数以上そういうことに危機感を持ってる国民がいるんだから、どこの政党もその受け皿にならなかったら民主主義にならないじゃないですか。ね。だからね、藤本さんにしても高井さんにしても新海さんにしてもですね、皆さん議会一人ですよ。てか賛成党みんな一人ぼっちなんで、ほぼ二人いるのはね、吹田市議会だけ。あとはみんな一人ぼっち、僕も一人ぼっち国会でね。でそういうね、パーティーとかウクライナをすると議場がシーンってします。って感じになります。言っちゃうんだみたいな感じになりますね。空気読めない人みたいになっちゃいます我々が。けども、そのプレッシャーに耐えながら一生懸命140人の議員たちが地方で言ってくれていますね。今はね、何とでも言えば 言ってもらっていいですよ。バカだ、陰謀論だとかね、言ってもらってもいいかもしれないけど、これから世界どうなるか分かりませんから、その時にちゃんと皆さん覚えておいてくださいね。賛成党はちゃんと警鐘鳴らしてたよということ。そしてみんなでもっとね、この情報を共有して騒いでおけばね、数ミリでも未来変わるかもしれないですよ。ね、どうせそんな言ったってダメだよと。言ったってね、陰謀扱いされるんだよと。分かってますよ、我々バカじゃないから。そんなこと言ったらどういう空気になるか分かってますよ。ね。分かってても、でもあえて言わんとしてるわけですよ。ね。その 0.001% でもそういうリスクがあるならば、それを言っとくことが必要だと思って。だから、これはね、本当に憲法とか条約とかで編みかけさせられたら、個人の自由が効かなくなるんです。まだ、まあ個人でなんとかなるかもしれない。けれども、法律で編みかけされたら、逃げれないから。日本から出てくしかなくなっちゃうわけですよ。だから2位です。でもこれ以上にもっと急いでやらないといけないことがある。止めないといけないことがある。増税を止めていきたい。これが1位です。これはもう皆さんの目の前の生活かかってるからです。ねえ。こんなに経済冷え込んでるのに、なんで増税すんのって話ですよ。ね。来年度の予算のもうあれできましたね。114兆円ですって。ね。で、ね、税収が70何兆円だから足りないと。ね。これをなんかね、こうイコールしないといけないんだ。プライマリーバランス取らないといけないんだとか言ってるんですよ。特別会計どうなんの？あんまり言うと答えちゃうかもしれないけど。特別会計どうすんのって話ですよ。特別会計一般予算よりもっと多いっすよねと。どうなのとあれはと。だから、よくね、私個人の CJS という番組でもね、いろんな方がおっしゃってくださってるんですけど、税収だけが財源じゃないわけですよ。ね、税だけじゃ国なんか回せないんですよ。だからそもそも国家の信用でいろんなの発行してるんです。だから、経済が冷え込んでる時は減税して国民にたくさんいろんな活動してもらって、それで経済を回さないといけないんで、経済が回りすぎちゃって急激にインフレが進むなとかね、なった時に市場に出回ってるお金を税っていう形で引き上げて、そして景気を冷やすんですよ。税金っていうのはこの調整弁なんです。経済の財源だけな、財源のためにやってるわけじゃないんですよ。財源にもなってますよ。税は財源じゃないという言い方するとちょっと語弊があるから、税も一部財源になるけど、税だけでそんなことしなくていいんですよ。そんなんじゃ国回らないんだから。しかも日本はユーロじゃないんだから、ね、EU じゃないんだから、ね、自国で発行してるんだから、いいんですよ。で、円を発行するのが嫌だったら、子育てクーポンとか発行してくれって言ってるんですよ。教育国債発行して、子育てクーポン、
これもうある意味形を変えた政府紙幣ですから。日本円は日銀が発行してるでしょ。子育てクーポンは日本政府が発行すればいいんですよ。ねえ。で、もう使用期限1年。1年使わないといけないってなったら、ねえ、しかも子供の人しか配れないから、使えばいい。ただもう医療費とか保険料とか上げなくていいわけですよ。ね、そういうやり方もあるんです。日本が独立国家であるならばね、そういうことをしっかりとね、政府に訴えないと、我々が減税をこれ以上、増税をこれ以上続けていけば、もう国民が破綻します。ね、税金をね減らすんです。まずインボイスだけでもやめる、消費税を減らす。ね、そうじゃないと結局ね、財務省、まあ、官僚とか自民党がやってることは集めて配ってるんですよ。集めて配ったら無駄でしょ？ね、でも彼らそれがやりたいの。なぜか、それが彼らの権限になるから。自分たちの仕事になるからですよ。お金欲しいんだったら言うこと聞けってなるからですよ。政治と金ってこういうことですよ。だから一番いいのは、集めないのが一番いいんです。自由に使わせてくださいですよ。国民がいっぱい持ってて余ってるんだったら集めてもらってもいいけど、足りないって言ってんだから、足りない時集めちゃダメなんです。ね、あなた方の仕事を作るために我々生きてるわけじゃないんだから、ということですよね。これをみんなが理解して、声を上げて、で、そういうことをやっている政府や政党にはですね、退場してもらわないといけないんですよ、本当は。こんなこと言うからアンチが来るんですよね。でね、どうすればいいかっていうと、本当は、さっきも言いましたけど、一回の衆議院選挙でガラッと変えることってできるんですよ。本当は。けど、ね、受け皿がないんですよね。で、これ今日朝岡山で言った話の繰り返しになるんですけど、みんなでね、本当は受け皿を作っとくべきだったんですよ、自民党に代わる。で、一回我々民主党っていうのを期待したんですよ。ね。したらやっぱり民主党の人たちも経験がないから、もううまくね、やられちゃったわけですよ。で、もう懲りちゃったんですね、3年でね。まあメディアとか官僚もその民主党潰しには加担したと思いますけど、でも、あ、やっぱり自民党しかないねっていう風な感じになっちゃったわけです。けれども結局自民党がやって経済どんどんダメになってるわけですよ。だってまだ民主党政権の時ね、日本の経済そんな悪くなくて、実は。ね、国民一人当たりの GDP もですね、民主党政権の時はね、14位ぐらいまで上がってたんですよ。それが自民党政権になって一気に27位ぐらいまで下がって、で、じりじり下がってるんですよ。だから別に私民主党の回し物じゃないでもないですけど、ね、本当に民主党が全部悪かったのかっていう検証ってもう一回ちゃんとすべきなんです。ね。で、田中真紀子さんがこの間いいこと言ってましたよ。ね、国民もどんどん挑戦していかないといけないと。で、育てていかないといけないと。政党ね。そうなんですよ。日本にいい野党がないわけですよ。未だに、ね、55年体制みたいな感じなんですよ。だって、自民党そうでしょ？で、立憲民主党とかって社会党の生き残りみたいな感じじゃないですか。組合がついてるから。ね、で、そこが1党、第2党でしょ？ね、で、第3党が維新と公明でしょ？ね。とにかくないわけですよ、選択肢が。で、僕らみたいに新しく作ろうすると、テレビも取り上げない。ネットでボコボコ叩かれる。ね。で、もうみんな嫌になっちゃって離れていくみたいな。そういう状態なんですよ。だから、もう完全にそういう新しい動きとか、転換を、やろうっていうか、もう、やらせないようにしてるわけです。参政党見てたらすごいよくわかります。見といてください。もう、壮大な社会実験ですから、参政党は。なんで参政党が潰されるのって言ったら、そういう大きなことを考えてるからです。だからね、まあ、我々、大手だって頑張ってやりますよ。そうやってるうちに、別に参政党じゃなくてもいいんですよ。この間、泉さんっていうね、元明石市長がおっしゃってた、休眠内閣みたいなのを作った方がいいんじゃないかと。そう、泉さんなんかも政党作っていただいて、ね、そこら辺のところと参政党みたいなのを繋がっていけばいいんですよ。で、連立内閣作ればいいんですよ。ね、で、その時に私が今挙げたような5つ、この5つは絶対にやめますとかですね、決めればいいわけですよ。めちゃめちゃ怒られますよ、グローバリストから。おいってなりますよ。で、何人かもヒッパン来ますよ、そりゃ。ね、だって巨大な利権だもん。日本が払ってるお金とか、1億人で経済まだありますから、日本人から搾取するお金ってすごいからですね、それ払いませんよって言ったらね、お前見かじめる払わねえんだったら来ますよね。ね、もう米国とかも全部どうか引いちゃうかもしんない。だから、そういうことにならないような交渉も上手にしつつ、ね、期待はやっぱりアメリカの共和党保守派ですよね、トランプが代表ですけど、ああいった方々はアメリカの政権をもし来年取るならばですね、そういった時に、いや、もうちょっと日本見かじめる払えないんで、つって、その代わりちょっと用心棒半分か三分の一ぐらいでいいんで、あれしてもらえますか、つってですね、交渉するわけですよ。で、その代わりに自衛隊の数を増やすとかですね、日本のね、防衛のやり方を変えるとかですね、そういうとこも含めて、内閣構想しないといけないわけです。大きな青写真描かないといけないわけですよ。描かないといけないわけです。それは、我々政治家国会議員の仕事でもあるんですけど、なかなか政治家はそこまで考えられない。なぜか。次の選挙のことを考えてるから。次の選挙のことを考えると、そんな大きな絵を描くよりも、自分の選挙区の票を集めた方がいいと思ってるわけ。私なんで泉さんの発想がいいと思ったかって、彼は国会議員じゃないからもう、市長さんだったから。ね。もちろんイデオロギーとか、賛成と違う部分もあると思います。けども、そのイデオロギーどうこうじゃないですよ。まず、今は、
国民だから日本のもう国難なんです。藤本が言うけど、この国難を乗り切るための内閣が必要なんですよ。で、自民党ではもう無理なんですよ。だってもう今回のお金のこと分かったでしょ。ああやって業界団体がお金集めてみんなで分けてっていうのをもうみんなやってたわけですよ。その中で彼らはもう政治をやっているから、明日から変えてくださいって言うとそれは難しいんですよ。で、統一教会と全部縁切ってください、それは難しいんですよ。もうずっとやってきたんだから。今年はだから自民党のそういうのが全部こうどんどん出た、ね、風の時代ってよく言いますけど、いろんな情報が出る時代でしたね、1年でしたね。だからもう彼らは別にそんなのね、今頃何言ってんのって話は僕からすると、統一教会自民党組んでる当たり前でしょと、自民党がやってパーキー集めてみんなで裏金作ってる当たり前でしょ、何ナイーブなこと言ってるんですかと、ね、メディアも檻の組取ったり言ってますけど、私知ってたでしょって話ですよ。なんで僕はだからなんで今のこのタイミングであの問題が叩かれてんのと、なんで安倍派とか二階派だけが狙われてんのということばっかり見てるわけですよ。ね。で、私はああいうのは嫌だったから自民党じゃダメで参政党で作ってるわけだから。ね。で、参政党だけじゃ間に合わないって言ってるじゃないですか。間に合わないんですよ。参政党だけじゃ。ね。邪魔するのもいっぱいいるし。ね。だから参政党は参政党で頑張る。でも、そういうね、とにかく国救わなきゃいけないと。救国内閣作らなきゃいけないという人たちが政党立ち上げていって、そこで連合してやって、今289選挙区ありますよね、小選挙区。我々は100人今擁立準備してますから、あと189人ぐらい揃えてくれたらいいわけですよ、後の政党で。ね。ただ2党か3党か4党か分かんないですけど、組んでやればいいわけですよ。ね。だからそういうところで握れるんだったら、他の党と組んでもいいかもしれない。ただやっちゃいけないこと、これはこの間新橋でも言いましたけど、合体したらダメなんですよ。合体すると参政党の貫きたい部分は貫けなくなるから、そこは連立でいいんです。連立、選挙協力でいいんですよ。ね。私は選挙協力は柔軟にやります。ね。でも、回答はしません。まだ参政党の組織はきちっとできてないから。ね。あら、そういったことは来年起こり得るかもしれません。ね。そういうのをね、多分、自民党人たちは一番恐れてると思います。自分たちに対抗する勢力がないから、あぐらかいてこれたわけです。ね。支持率下がってもなんとかなってきたわけです。でももう支持率もね、もう本当この近年最低ぐらいまでこれから行くでしょう。ね。そういった時に、もしそういったカウンターパートじゃないけども、ね、ライバルが出てきたら、自民党はひょっとすると一回でガーンとひっくり返るかもしれない。だから、その目になり得るかもしれない参政党がこんなに叩かれてるんじゃないかな、というのが参政党代表の私の思いです。はい。でもね、光栄なことですよ。それぐらい叩かれるってことは存在感があるってことだから。こんな一人しかいないね、46歳の若造が代表するような政党を散々叩いてくれてありがとうございます。ね。でも、私が考え、これ全部は言えませんよ。今私が話したのは、私が考えてることの3分の1ぐらいです。全部言っちゃうと作戦バレちゃうから。ね。でも、我々が何に反対したいか5つ言いましたね。覚えておいてください。こういうことで反対したいと思っているということです。それから、日本が国難だということです。で、それを、もし本当に皆さんがすぐに変えたいんだったら、そういう運動をみんなでしないといけないんです。参政党だけではなかなか難しいと思います。いや、そんなこと言わずに頑張れよと。頑張りますよ。頑張りますよ。けども、急ぐんだったら、ね、この動画を見てる他の国会議員の皆さん、政治家の皆さんも、ね、なんかアクション起こしてくださいよ。で、一緒にやりましょうよ、来年。ね。アメリカの大統領選挙と合わせて12月ぐらいまで解散引っ張ってね、12月に日本とアメリカと同時ぐらいにやりますかね。それぐらいのことをですね、考えることが必要だと思います。これ以上言うと私来年の桜が見れないかもしれないので、今日はこれぐらいにしておきますが、でもそのぐらいのスキル、時間感覚とかスケールで考えているのが参政党です。ぜひですね、こういう政党があるんだよということを周りの皆さんに伝えてあげてくださいね。金とか利権とか選挙のことだけ考えてる政治家ばかりじゃないんですよ。ね。そういう人たちを集めて、参政党は来年も邁進していきますので、引き続き、参政党への期待とご支援、そして一緒に頑張るという気持ちを持ってですね、やっていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。